どうもこんばんは。今日も今も、何を喋るか考えずに、録画をボタンを押してしまったので、考えますけれども、こうしている間に、そうですね。じゃあ今日は、一つおすすめのサイトを、紹介しましょう。一緒にアドレスも貼っておきますので、日本食冒険記っていうタイトルだったと思いますね。日本人の男性が、日本、今の時期だとちょっとあれですよね。日本に住んでる外国の人、もともとはね、海外から日本に来てる人、日本食をこうご馳走しながらいろんな話をするっていうサイトだったんですけども、今のご時世だとちょっとなかなかそれが難しいので、日本にね何年か住んでるようなね、外国の方を、ディナーに案内するっていうような、そういうYouTube チャンネルなんですけれども、最近ロシア人が多いのかな。とにかくね、美人な人が多いんですよね。美人な女性と飯を食って、再生回数が20万再生ぐらいっていうのかな、大体。こんなことありますかっていうね、ことになってますので、そういうのもいいっすよね。自分だったら、そうだな、やっぱりロシアとか、ルーマニア、あと、東欧のね、チェコとか、スロバキアとか、ウクライナとか、あっちとか、南米で言うと、コスタリカとか、コロンビアとか、いいっすよね、さて、飯食って全部経費になりますしね。経費になって、それで再生回数がね20万とかいけば、全然それでいいわけですからね。それも経費に上がるとなると、結構税金は取られる。 YouTuber の人ってあれですよね、それ税金はだいぶ取られますよね、多分きっと。そんなことはいいですけども、そういう、なんていうかな、素敵な教養番組となってます。でもね、ちょっとした日本人じゃない、ネイティブというかね、もともと違う国で育った人が、要は日本で生まれ育った自分からすると、熱海前みたいなね、光景景色とかをね、すごい、新鮮にな見方でね、見てたりするところがね、やっぱり面白いんですよね。インスタとかね、ああいうのとかでも、ただ単にね、日本の始発じゃないよ、朝のね、通勤ラッシュの、で普通、日本だとちゃんと並んで階段登ったり、エレベーターちゃんと左側寄って走って駆け上がりたい人用に右側空いてるとか、そういう普通のよくある毎日見る光景が、当たり前ではない国の人も、ほとんどそうなんでしょうけど、そういうね、驚きを持ってね、改めてそういう自分たちの日常をね、そういう目で見ている人がいるっていうね、そういうのが、同じものを見ても感じ方が全然違う人がいるっていうのは、やっぱり面白いなっていうふうに、よく思いますね。基本日本料理、すき焼きとかね、海鮮系と
か天ぷらとかいろいろありますけど、まあそういう食べ物を案内するには、まあ特に東京とかだったらお店は困らないし、ネタも尽きることないから、なかなかそういうのはいいですよね。まあ大体すき焼きもそうだし、焼肉もそうだし、天ぷら、焼き鳥、たこ焼きあたりを嫌いだっていう外国人は見たことないですね。東南アジア系からヨーロッパ、南米含めて何回かね、結構それぞれ食べに、まあ、買ってきてあげたり、ね、一緒に食べたり食べ行ったりいろいろしましたけど、その辺が嫌いな人って聞いたことないですね。焼き鳥もそうだよな、ですね。ただたこ焼きはまあ事前に気をつけるようには言いますけどね、思ってるよりむちゃくちゃ暑いから気をつけるようにとは言うんですけどね、みんなそれでタコっていうのを初めて食べることにはなるんですけどね、みんな喜びますね。まあお好み焼きとかもまあそう、まあまあああいうのまあ絶対好きですよね。そういうまあ日本はそういう意味では初めて来た人でも何かしらね、それ食べられるものはあるとは思いますよね。まあとにかくそんな日本食望遠鏡の人は羨ましいっていう話でした。今日なんかちょっと他に喋ること特にないんで、まあ今日は一本にしときますか。じゃあおやすみなさい。